ナショナルパブリックラジオはアメリカ合衆国の非営利、公共のラジオネットワークの旧称。2010年よりそれまで略称であった NPR を正式名称とする。ワシントン DC にある NPR 本部、ナショナルパブリックラジオは1971年4月にアメリカ公共放送者によって設立された。前身は何本部はワシントン DC にあり、 現在は NPR を正式名としている。約900の加盟局に番組を配信、組織化するとともに独自編成によるインターネット放送や加盟局のストリーミングサービスの代行を行っている。加盟局そのものが独自の組織体であり、編成権は各放送局に委ねられている。加盟局は NPR 以外の公共ネットワークから 番組の配信を受けることもできる。配信する番組は NPR 独自制作のほか、加盟局制作の番組も配信する。独自番組はニュース、文化系が中心であり、通勤時間帯に放送される、ワイド番組、モーニングエディション及び、オールシングス・コンシダードがある。クラシックやジャズなどの音楽番組も制作している。 NPR の予算は12%が連邦及び州政府からの交付金、50%が聴取者とスポンサーからの寄付金、残りは財団や大学などから提供される。連邦政府からの交付金は NPR を対象として議決された予算ではなく様々な競争的資金を獲得したものである。NPR の会員局及び 公共放送ラジオ会社のいくつかを下に上げる。州によっては、一つのつぼめが、州全体を、中継局、リピーターでカバーしている。論調が、政治的にリベラル寄りだとして保守派の政治家、コラムニストなどから批判の対象になることが多く、共和党議員には、連邦予算を削減するべきだと主張するものも多い。2010年には、飛行機に乗った際に、 イスラム教徒がいると不安になると発言した人気解説者のファン・ウィリアムズが人種差別的であるとして解雇されたがこの決定をめぐっては処分が厳しすぎるとして批判する者もいた以前から NPR の政治傾向に不満を抱いていた保守派の政治活動家ジェームズ・オキーフはムスリム同胞団に関連するイスラム団体の関係者だと偽り500万ドルの 寄付金を提供すると NPR に持ちかけた。オキーフは隠しビデオを用意した上で資金を集め、担当の重役ロンシラーと会食し、誘導的な質問によって、現在の共和党、特にティーパーティー運動は、キリスト教原理主義そのものだ。キリスト教徒だと呼ぶのも嫌だ。共和党の重鎮は、党が過激派に乗っ取られていると話している。彼らは、イスラム教不詳で、 レーシストだとのコメントを引き出し、ビデオを公開した。オキーフは、以前にもリベラル系の市民団体エレコーンに対して、同様の罠を仕掛けて、政治問題化させている。このスキャンダルにより、ローンシラーは、辞職、さらに議会における、NPR への補助金削減への圧力が高まる、ことを懸念して、CEO のビビアンシラーも辞職した。 米国の公共ラジオ放送に関連した非営利組織に次の3つもある。パブリック・ラジオ・インターナショナルは本部が東海岸にあるナショナル・パブリック・ラジオに対して1983年に本部が中西部のミネソタ州セントポールにある組織として設立されたもので自身でも850曲を持っている。イギリス BBC のラジオ放送を米国へ 取り継いでいて、BBC と WGBHFM と共同制作の番組、ザワールドもよく知られている。アメリカンパブリックメディアは、1994年にパブリックラジオインターナショナルから番組を引き継いだ組織で、現在は NPR 社に継いで多くのプログラムを公共ラジオのために作成していて、自身でもミネソタ州と南カリフォルニア州で、 公共ラジオ放送局を持っている。週末のカントリーミュージック番組、ライブ、フロムヒア、終日のビジネス情報番組、マーケットプレイスがよく知られている。パブリックラジオエクスチェンジは2003年に開設された組織で公共ラジオ放送をインターネットで配信すると同時に番組の評論を交流できるサービスを提供している。ありがとうございます。